何かを伝えるときに、こういう言い方をする人が絶対いるんですよ。みんなもそう言ってたよとか、言う人がいるんですけど、お前がどう思ってるかだから。お前の周りは関係ねえし。お前はどう思ってんのこう言え。私の友達とかも、あなたのことこうだって思ってるって言ってたし。だから、お前はお前と話してるから今。ん？みんなもそう言ってたから何なんだよ。みんながそう思ったらお前もそう思うんか？ん？バカかおめえは。みんなって誰だよ？呼べ。今ここに呼べってなる。全員呼んでみ？今。ここに。あ、そのみんなから私は聞くよ。ああ、一人ずつ言ってこいっつって。あ、姉ちゃんがこう言ってたよ。私は全然思わないんだけど、私は全然思わないんだけど、姉ちゃんはこう言ってたよ。何々ちゃんから意見聞きます。お前はまず口が軽いやつなんだなっていうことだけが分かりました。以上です。人を下げたいのかもしれないし、私のことを下げたいのか分からないけれども、お前が一番下がってることに気づけ。お前は、お前の意見を、いえ、ってなります。でも、みんなが、ツン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 みたいなやついるよね。言っていいか、お前は。